奇跡の会長入場されます。奇跡の会長、続きまして土屋新市長うち揃っての入場となります。その後に続きますのは土屋市長の一宮商業時代の同級生の皆さんでございます。お祝いに駆けつけてくださいました。本日ここに集いし皆様の願いと思いを一つに集め、我がふるさと勝浦の歴史、伝統、文化、芸術をあまねく全国に発信していきたい、そんな思いを込めての入場でございます。忘れてはならぬ日本の心、ここに集いし皆様と共にその絆を確かめ、誓い祈り来るものを楽しみを、奉納神事起点流寿若獅子の内容をご披露申し上げます。
めでたい男が獅子を構えにやってきました。
元気に暮らすことを頑張りましょう。ぜひ明日が本舞台という思いの中で、常にそういう思いで一緒になって桂を良くしていきたいと思います。よろしくお願いします。それではここでドンピステートですね、皆さんを代表して会長様より、あ、リム協の会長に、はい、会長さん、皆さんありがとうございます。毎年の出演でだんだん上手になってきたんじゃないかなと思います。どうもありがとうございます。ここにありますように、芸文協を育てるのは会員のみならず市民の皆様でございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。独立で4名の代表してですね、貝塚さんより同級生の高梨様より贈呈いただきました、記念の扇子ということでございます。本日同級生貝塚様、高梨様、深田様、新部様4名の方のご協力いただきました。どうもありがとうございます。どうぞ皆さん拍手をお願いいたします。